惑星フォルス。太古からこの世界では必ず死に至る病、星砂シンドロームが蔓延していた。生きとし生ける者は皆この病から逃れることはできない。病状が進行し星人となった者は理性を失い暴れ出す。人々は住む場所を追われ、その多くはこの国で苦悶の日々を過ごしていた。そうした中で生まれたのがインボーカーとエトランツの関係だ。俺たちは浄化しか能がない。奴らが星人を駆逐することで俺たちは浄化できる。星砂に直接触れる不浄の俺たち、近寄る者は誰もいない。それでも浄化の日々は続いていく。俺たちは最後の防波堤だ。インボーカーの誇りを忘れるな。
のくらい余裕だし。ファイブガードってスキル知ってるか？味方全体の魔法防御を上げるスキルで、星人が使う属性攻撃全般に有効だ。火を吹いたり風を起こしたりする相手には保険として使っておいてもいいかもな。魔法防御が上がるだけだから過信しねえようにな。こんにちは、エトランゼインタビューの時間です。今回は週末エトランゼでも異彩を放つ
冬馬道具の統率者ベラトリックスさんにお越しいただきました。こんにちは、エトランゼインタビューの時間です。今回はアクハナエトランゼのデネブさんにお越しいただきました。知ってるか？みんな実力をつけてきたわね。こんにちは、エトランゼインタビューの時間。教えてあげるけど。
容赦いたしません。ずっと思ってたんだけどよ、保湿のシンドロームってインボーカーが直接浄化しちまえば治るんじゃないか。こんにちは、エトランゼインタビューの時間です。今回はミッドガルド内ではおなじみのヒーロー、新生エトランゼのベグルスさんにお越しいただきました。いや、本日はお招きありがとう。新生エトランゼ代表のレグルスだ。早速ですが、レグルスさんの得意戦法をお伺いしてもよろしいですか。あなたたち、無駄話は。こんにちは、エトランゼインタビューの時間です。今回は